地元自治体と国と都、大会組織委員会との話し合いが1年近く行われず、会場整備費用をどのように分担するか明確になっていないとして厳しく批判しました。神奈川県では江ノ島でセーリング競技の開催が決まっていて、黒岩知事は今日3社に対し地元自治体と協議をするよう申し入れをしたことを明かしました。アメリカ・アトランタの動物園で双子のパンダの赤ちゃんの名前を募集しています。互いに抱き合うような格好で横になっているのは生後11週間のジャイアントパンダの双子の赤ちゃん。現在アトランタ動物園のホームページでは7組の名前候補が公開されていて、アクセスした人が好きな名前に投票できるようになっています。候補に上がっている名前は動物園が提携している中国成都のパンダ研究センターが考えたものだということです。どの名前に決まったかは来月12日の生誕100日の記念日に